コスモノートウラジーミルコマロフはソビエト連邦の衛星追跡船。ソ連での交渉選手は調査船。船名はソユーズ1号の事故で殉職した宇宙飛行士ウラジーミルコマロフにちなむ。宇宙ロケットの打ち上げや人工衛星、宇宙船の完成、制御、通信のためにはこれらを追跡して距離や軌道の半径、方向、速度を測定し、情報の受信や 指令の送信、通信を中継する設備が必要である。しかし、海外領土がなく、比較的高緯度にあるソ連は、ソ連上空以外での追跡や通信に著しい、制限を受けた。こうした、通信設備を搭載した船舶として、ベリア f 級貨物船を改装した、ボロビチ級衛星追跡船が四隻整備された。しかし、これらは、人工衛星の追跡や情報、 指令を送受信する能力は有していたが、人工衛星の距離や速度の測定、宇宙飛行士と通信する能力は有していなかった。また、満載排水量7600トンの比較的小柄な船舶のため、外洋で静止したまま追跡や通信を行うことが難しく、低水準の能力しかなかった。そこで、大西洋での衛星追跡を行い、 大規模な設備を有する衛星追跡船が求められ、ヘルソン造船所で1966年10月18日に、竣工して、ソ連キューバ航路に収益していた、ポルタバ級貨物船、ゲニチェスクを改装することが決定した。1967年1月、ゲニチェスクは、レニングラードのバルチック造船所で、衛星追跡船への改装が始まった。4月24日に、 ソユーズ1号の事故が発生し、殉職した宇宙飛行士、ウラジーミル・ミハイロビチコマロフを称えて、その名を冠することが決まった。コスモノートウラジーミル・コマロフは8月1日に試験を終えて完成した。コスモノートウラジーミル・コマロフの設計は、1946年から1970年に、レニングラードで設計事務所の所長を務めたアレキサンドル・ミハイロフを、 主務者社に行われた。ベースとなったポルタバ旧貨物船は1962年から1967年の間にソ連商船体に20隻、国外向けに30隻建造された一般貨物船である。コスモノートウラジーミル・コマロフは43の実験室と観測機器の搭載スペースを確保するために船体の高さを2.5メートル増やして選手楼と 線備炉を結合する大規模な上構えを有した。トップヘビーとなった船体の安定を保つために、船体の幅を2.7メートル拡張した。また、測定中も、最大風速秒速20メートルで15分間はプラスマイナス6度の水平を維持できる、ジャイロスタビライザーを搭載した。電力は通信設備用の2400キロワット発電機と、 船内設備用の 900kW 発電機が供給した。実験室と居住区、共用区画にはエアコンが設置され、冷夏摂取20度から摂取摂取30度の外気温でも、船内の気温を約摂取20度に維持することができた。長期間の航海のために、ディーゼル燃料9000リットルと発電機用、燃料5500リットル、潤滑油86リットル、 清水320トンを積載した。追跡、通信用のアンテナは合計40機を搭載した。最大のものは2機の直径8メートル、重さ28トンのパラボラアンテナである。これらのパラボラアンテナは液体窒素を用いた冷却装置を備えた光パラメトリック増幅機により、月の近距離までの送受信が可能だった。この2機に加えて、 直径2.1メートル、重さ18トンのシップホイールパラボラアンテナは人工衛星や宇宙船の追跡を行い、軌道修正の信号を送信した。3機のパラボラアンテナは2軸のスタビライザーで安定化されていた。また、強風や雨雪、塩分からの保護と観測時の安定性向上のために、大小のガラス繊維製で、発水電波透過塗料を塗布したレドームが被せられた。 レドームの上部は取り外し可能でアンテナの修理や交換を容易にしていた。また、高出力の送信設備は強力な高周波が発するため、上構えは電波を遮蔽するようになっており、電波発信中は警報器が作動した。さらに、送信設備の電波が互いに干渉しないように、大行のアンテナは離れて配置され、特に2機の V チューブ単波アンテナは、 マストの長部に配置された。すべての送信用アンテナは一元管理され、電波の送信、停止を制御するようになっていた。コスモノートウラジーミルコマロフは8月1日にレニングラードで会場試験を終えて低傾向のオデッサへの最初の長距離航海に出発した。オデッサに入港したコスモノートウラジーミルコマロフは国会船舶校舎に引き渡された。 約22年間の運航で、船は1ヶ月から11ヶ月の航海を27回実施した。このうち13年間は目的地までの純粋な航海で、その走行航距離は70万回りに及んだ。追跡や通信中継に加わった宇宙船は多岐にわたり、月面有人飛行計画やソユーズ宇宙船、プログレス宇宙船、宇宙ステーション、サリュート、ミール、 ベネラ計画やウェガ計画といった惑星探査機が挙げられる。1989年5月22日、コスモノートウラジーミル・コマロフは最後の航海を終えてオデッサに寄港した。バルト海に移され科学調査船に改装される予定だったが、ソビエト連邦の崩壊を経てコスモノートウラジーミル・コマロフは他の衛星追跡船に先駆けて退役した。 1994年、コスモノートウラジーミルコマロフはスクラップとして売却され、インドのグジャラートシュランで1994年11月3日までに解体された。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAABACADIAFAG2019 年7月11日閲覧。 ABCDEFGH ノーマンポルマー、ヘンチョ、トシオ、夫、分け、ソ連海軍時点、原書房1988年 ISBN4 から5 6 2 0 1 9 7 5 1 p 4 5 6なぜ、ソビエト海軍宇宙艦隊は死すべきだったか、ロシアビヨンド。2019年7月11日へ閲覧。ありがとうございます。